はい、ということでね、まずこうスターダストンにね、なんとかたどり着きました。で、カズキに招き入れられて、これからってところですね。これ、ホストクラブこんな感じなんだね。俺、入ったことないからさ。で、こんな何テーブルもないの、あ、あるか。端っこにあるか。偉そうだな、ホスト。あ、こっちのはペコペコしてるね。あ、いろんなスタイルがあるんだね、ホストにもね。オラオラタイプとか、ちょっと気持ちよくさせちゃうような、この、すいません、姉さんすいません、みたいなね。そうなんですよ、今日ちょっと大変した。つってね。そういうなんか、後輩のちょっと男のタイプ。多分、こっち、清楚系のね、お客さんがつくのは、やっぱオラオラ系の男に弱くて、こっちのちょっと、なんぞ、ギャルっぽいのは、ね、しょうがないわね、みたいな感じで、こういうちょっとヘコヘコした感じの、子がタイプだ、タイプっていうか、まあ応援してあげたいな、みたいな、なんだろうな。二人同時に、こう相手にする、こう、何、つわものっていうかね、やり手の、オラオラなのね、こいつもオラオラタイプ。ちょっとシュッとした感じの兄ちゃんは、やっぱこう、まあ、接客態度もスマートだから、こういうね、なんかちょっと、ちょっと地味な子が、やっぱ、落ち着くホストの子をちょっと選ぶのかな。まあまあ、ええわ、まあええわ、行こう。そうね。俺ら、この店のホストはみんな和樹さんに世話になってるんです。そりゃそうだ。そりゃそうだ、怒らない。今、かわいいねって聞こえたの。やっぱそういうノリなのかな、ホストどう、カズキどこ上へ参ります。え、こんな感じなんだね。すいませんでした。俺、てっきり。いや、俺のミスだ。本当に。もうよか。何とお詫びすればよいか。気にしないでくれ。それよりお前、風間のおやっさんとはどんな関係なんだ。ええ。そうね。ゆうや。外してくれるか。はい。まあ話そうか。風間さんにはこの店開いた時から世話になってます。みかじめも取らず、商売のいろはもわからない俺にいろいろ教えてくれたんです。今この店があるのもあの人のおかげです。そんな風間さんが先日店にいらっしゃったんです。大事な人を迎えたいからこの店を使わせてほしいって。なんか組の方には秘密ということで。そうだったのか。おやさん。それで、おやさんは？先ほど連絡したんですが、例の会長の件で身動きが取れないと。会長の件？何があったのか。ええ。登場会さん。何があったどころじゃねえ。会長が殺されたんです。何？昨日の死。マジか！犯人はまだわからないんですが。ニュースでもさっき。渡辺健。何が起きてるんだ。健。マジか。ですが、急だな。堂島組長が亡くなって10年。今じゃ同じ登場会の組同士が、水面下で町の利権食い合いしてる。バカ野郎、仲間同士で。堂島組を引き継いだ直後の風間組は一時期大きな力を持ちました。他の組も手出しができないでいたんですが、数年前内部から裏切って風間組を割った人がいたんです。誰だ誰だ。それは俺。おう、オーナー出さんかい。いきなり来るんかい。お前ら桐生がいるときに来て、お前運がねえな。おしかい。すみません桐生さん。これはこれは、ようやくオーナーさんのお出ましですかい。島野さんのところの方ですね。まあ、島野組か。うちはちょっと飲ませてもらおうと思っただけやねんけど、そこの兄ちゃんが帰れなんか言うもんやから。てめえら、みかじめせびりに来たんだろ。いいよ。今日は飲みに来ただけやから。嘘だ。酒飲ませろって言うとるだけやろが。すみません、大事な客人が来てるんです。今日のところはこれで。まいったな、ほんまそんなつもりはなかったんやけどね。和樹さん、何やってんすか。いくら入ってんの。俺はやっぱり納得できません。
そんなクソみてえな連中に金払うなんて。ゆうや、そやと。おいこらガキ、今わしらんごとクソ言うたんか。言葉が足らなかったぜ。クソイカだ。なめんなクソガキ。ゆうや。おお。なんや。おい、ワンパンか。ゆうやってやつの言う通りだ。こんな奴らに金を渡す必要はねえよ。はい。ふざけとんのかお前ら。おい、偽ごとぶっつるぜ。やろうかこの野郎。許さん。許さんぞ。おお、ゆうややる気じゃ。ゆうやじゃねえ、あのカズキ超やる気じゃん。おい、カズキお前やる気じゃねえか。おちょ待って、ちょっと待って、ステータス上げるの忘れた。またこれボッコボコされるぞ、俺。いや、マジかよ、俺ちょっと弱いやん、これ。あー、ダメだ、ダメだ、これ。ヒットポイントがね、減りが激しい。カズキ待ってろ、今打つみ。あー、オッケーオッケー、今打つぞ。あー、やばい、ワンパンが痛い、ワンパンが痛い。骨身に染みるわ、やばい。そのドスなんとか、ドスをやめなさい、あなた。あーか、あーやばいやばい、ちょ離させ。オッケー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 。カズキお前ちょっとや、頑張れカズキお前。あー一発が痛いんだから当てんじゃないよ俺に。あーバカ野郎。あー痛っ、弾かれて痛い、弾かれて痛い。あー痛い痛い痛い、やばいやばい、ちょ下がる下がる、引くわ引くわ。オッケー、あーちょ来んな来んなお前。あーバカ野郎。ええー、あーちょいい。あーこっちか、来んな、こっち来ん、危ない、こっち来んな、こっち来んな、やろ、あーやばやろ、よっしゃ、行くぞ、こいつからやるぞ、こいつから、カズキ行くぞ、行くぞ、2-1で行くぞ、2-1で、できるだけ2-1で行くぞ、あーちょっとカズキこっち来い、カズキこっち来い、カズキこっち来い、危ない、あーひー、ちょやめろやめろ、マジやめろ、いや後ろからとか絶対あかん、絶対あかん、あっはっ、やめなさい、やめえ、こっち来んな、ちょ21弾幕薄いぞ、21にしなさい、21に。ゆうやどこだ、ゆうやお前バカ、お前一人、あもうあぶねえ、あこんな壊しやなんかあかん、あっ近い、やばい、これ死ぬ、あくそ、あかん、あ、もう挟まれてる、ステータスアップすんの忘れた。分かった、じゃあもう一回やろ。なんだよこれ、ちょっとね、ほんと皆さんね、ステータスね、経験値もらったらすぐ上げないとこれダメ、積むから一発で。分かった、ちょっと頭使うわ。よしこい、よしこい、うろうに献身スタイルでいこう、細道に連れ込んで、あーほら、いった、あーいっぱい来ちゃったね、これね、やめなさい、やめなさい、いっぱい来んな、いっぱい来んな、スタミナン、あいっぱい来んな、いっぱい来ちゃダメだね、本当にね、絶対ダメだよ。おお、あれ、あ、今できるんじゃん、あ、やろ、道島流スタイル、こんなのどうでもいい。力が足りん、力が。どれ上げればこう強くなるの、この力とか。これは?技行こう、技。これがあるから、あ、そういう、何?そんな感じ?ダウン掴みだもんね。おう。ちょっとね、ちょっと根本的に強くなるやつが欲しいんだけど。まあいいや、チェンジポイント、こうブロー。おう。ちょっと待って。まさか、今の1個しか上げらんねえとか、そんなノリか?あ、もう上げらんなくなっちゃった。なんかないの?なんかない。ねえ、お母さん、ないの?ああ、お前が来たよ。よし、ちょっと2対1。ハサミちゃん、ええー。
ダメじゃん。ああ、痛い痛い。痛いんだって。やめなさい。痛い痛い、もう。君そんな強かったの？あ、君強いのね。わかった。これやばいぞ、これ。絶対勝てない。もう、やっちゃうやっちゃう。もうやっちゃう。ウェイウェイウェイ、ちょいちょいちょい、お前は何をする、お前何をする、あーやめなさいやめなさい、壊しやスタイルになっちゃった、やめろよ、絶対倒せない、絶対こんなん絶対無理だぞ、わーい、壊しやスタイルスピード遅いから、これもらっちゃう、これいっぱいもらっちゃうね、バカバカ、もうやめなさい、やめろやめろ、いてぇ痛て、耐えるしかねえ、おい、この花山薫スタイル、ほら、あーだめ、力かける、握力かけるみたいな、スピードかける、破壊力みたいな、オッケーオッケー、はい、いつの間にか拾ってんだよ、あ、おい、いいね、拾うタイミングはね、お前、天才的や、あ、掴んで、投げるでしょ、もちろん、オッケー、あ、意外と、このスタイル好きや、うん、やべえ、これついでに拾うスタイルか、これ、あ、このスタイル面白い、なんかテクニカルはないけどいいわ、テクニカルゼロだけどこれはこれでいい、ほら続けて打つみたいな、うえー、おー、これ倒れないしね、ほらいいじゃん、これ拾いながら戦える、ほらすごいよすごいよ、これ、あ、本気出そうとしてる。この野郎。ダメだよ、本気出しちゃ。ダメだよ、高橋。ほら。いい。ボコボコじゃないか、君。おー、危ない危ない。そういうの求めてないから。ほらほらほら。頭打ち。ほらほら、パンチ。おー、強い。強いけど、求めてません、そういうの。はい、おう。何、本格的な今ミドル打ったな、こいつ。ウィー。ダドーン。いいわ、これ。ついでに拾うのいいわ。あー、ちょっとね、もうなりふり構ってられないね、これ。能力、あ、またできるようになってる。体力で、必要ゲージ3か。いや、じゃあ心を上げよう。あと全部3になってるね、必要ゲージは。どうですか、ちょっとね、戦いやすくなった気がする。お、倒した1匹。あと1匹は、やつか。ほら、3対1じゃ。やったー、やったほら、もう払う必要ないぞ、カズキ。おい、あんた、道島の組長を殺して無視を言った。今の一発で撃てよ。こりゃ島野の親父に最高の土産ができたわ。じいさん、おい、あ、シンジ、何やってんだこんなところで。島の組の縄張りじゃねえだろ。次はねえぞ。シンジ超イケてんじゃん。久しぶりです。ああ、出世したようだな、シンジ。出世っていうか。キリュウさん、さっきの続きなんですが。いや、いいわ、シンジ君。内部を割った人。ああ。錦山さんなんです。まあ、錦だろうな。錦だと。関西の5代目、近江連合の本部長、寺田をバックに、錦山さんはずっと独立の算段してたんです。近江連合。兄貴、俺は今、錦山組の射程頭なんです。お、どういうことなんだ兄貴。錦のおじきは
もう昔のあの人じゃなくなっちまったんです。だから風間のおやさんは心配して組の様子を見張るために俺を錦山組に送ったんです。シンジ、おやさんは俺に話があると言っていた。すぐにでも会えないか。明日は本部で三代目の葬儀が。おやさんもその場を離れることはできません。それに100億の件もあって。何の話だ。登場会の金庫が100億抜かれていたそうなんです。緊急幹部会でその話が出た直後に三代目が殺されました。おやさん、明日は葬儀場にいるんだな。ええ。まさか行く気ですか。でもまた島の組の連中に見つかったら。和樹、言うだけ無駄なんだ。こういう時のこの人は。信じよ。よく分かってんな。行くよ、もちろん。ボブ宇都宮についてダウンロードコンテンツはボブ宇都宮から受け取る。おお。いきなりそんな説明されてる。で、あ、話そう。ちょっとイケてんな、お前な。早速こんな騒ぎに巻き込まれるなんて、さすが兄貴。なんだ、いじってんのか。俺は無所でもずっとおとなしくしてたんだ。喧嘩なんて本当に久々だ。本当ですか。兄貴から手出さなくても喧嘩売られたりしてたんじゃないですか。最初のうちはな。だが挑発に乗らずに無視しているうちに向こうが根負けしちまった。おかげで模範囚になり、10年で仮出所だ。あの喧嘩っ早かった兄貴が10年間喧嘩ゼロと。ま、そんなところも兄貴らしいですね。全然おかわりなくて安心しましたよ。変わってないか。よくできてる。あれ、どうかしました。実はここに来る前、ある男から俺がこの10年ですっかり弱くなっちまったって言われてな。真島の兄ちゃんか。技の衰えを実感していたところだったんだ。そうですか。でも兄貴のことです。すぐに昔の感覚を思い出して10年前みたいにキレのある技を出せるようになりますよ。だといいんだがな。それで葬儀会場の件ですが、登場会の連中が大勢いますから、兄貴の正体がバレるとまずいことになります。正直何が起こるかわからないですから、できるだけの準備はしておいた方がいいですよ。もう準備はできましたか。ちょっと待って、そんなこと言われて心配になるけど大丈夫だ。わかりました。じゃあ少し明日のことを打ち合わせましょう。 OK。セーブデータ。OK! じゃあ保存します。じゃあね、パート5。ちょっと、喧嘩しかしないですけど、パート5これで一回締めます。また次ね、パート6やっていきますんで、ぜひね、また皆さん見に来てください。どうも今日はありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまたね、バイバイ。